本滝寺は、大阪府豊野郡の世町にある妙見修造本山の仏教寺院。三号は、野瀬妙見山。妙見山の中原にあり、寺門も山頂の日蓮宗の瀬妙見山と告示しているが、全く無関係の天台宗景修言道の寺院である。1921年、天台修言道の僧侶の真日商商人が古くからの行場である本滝の地に、 天台啓主言道の寺院を混流した。1926年に本滝寺へと改称し、現在の寺号となる。1946年には、それまでの天台宗から、独立、新宗派として、妙見宗を創立し、妙見宗の総本山として、共戦を拡大していく。本尊は、釈迦如来、脇本武として、妙見大菩薩と、常富大菩薩。 奈良時代、妙剣山北部中腹にある滝が行儀により開かれ、イラク山の水行場として使われるようになり、行儀の滝と呼ばれるようになったと伝えられる。野間日商商人は、かつて、野瀬妙剣道のお堂の一つであった常不動を改修する形で道を建立し、それが、現在の本滝寺の基礎となった。寺の名前の由来にもなった、野瀬の本滝は、境内の南東奥にあり、 江戸時代以前は、病研滝や、病研三滝と呼ばれていた。正面に、石の大鳥居があり、聖堂の竜の口からは、湧き水が落下している。本滝寺が建立される以前は、野生病研堂への寄進として、天保十二年に丹波の日の出港の発願で、北家行の一時一石が滝壺に埋められるなど、行場としての歴史は古く、 滝周辺や本滝寺と山頂の間の山道周辺には多くの石仏家が祀られている。また、天理教教祖、中山三木や本門仏、立宗会祖、長松政府、衝撃士の坂田三吉も本滝で修行したと伝えられる。副住職兄弟がハーレー・ダビッドソンの愛好家であることがバイク雑誌等でバイクの愛好家に知れ渡り、現在では、 バイクの愛好家が集まり、参拝やバイク祈祷をする寺院としても有名となっている。そのため、バイク時のステッカーを用意して愛好家に配布したり、守護鈴を反布するなどしている。また週末や月曜日には、境内の眺望の良い場所を使って、カフェが営業し、ライダーや参拝者の便利を図っている。ありがとうございます。